はい。じゃあ、私もご帰省、シシロボタン。はい。タコパ行きます。タコパ行きます。いつでも来てください。やっぱりちょっとなんか、まあもちろん悲しいのはあるんですけど、なんか泣いたままでちょっとさよならはしたくないんで、ちょっとここは。わかるよ。そう、ここはちょっと、ね、うん。頑張ってこらえていきますんで、なんか会長が、うん、なんか、でも、これから会長の名前はなんか出していいみたいなことを言ってたんで、卒業しても。うん、OG として。だからなんか、そうです。うん。だからなんかもう、お名前はもう、どんどん出していこうかなとは。はい。思ってます。卒業生の、ココっていう風には全然言ってよくて。ねねちゃんが言った通り、その、アーク一緒にしたかったんですけど、まぁ、ちょっとタイミングも、ちょっと悪くて。うん。で、やっぱりその、声をなんかかけていいのかどうなのかもちょっとわからないまま、ご規制がどうするよってなってて、であそこででもやっぱり思い切って声をかけれなかったのはちょっとやっぱ反省しなきゃなみたいな、なんかもうちょっとなんか、ね、でもやっぱりもうちょっと声かけれたんじゃないかなって思ってて、ちちろー大丈夫だ、いや、でもずっと後悔してて、それは、ちょっと声をかけるの遅かったかなって思って、おめでとう会長でもタコパ行くんでよろしくお願いします、おめでとうあら、ごめんなさいタコパの健康がしょっぱくなるで、はい、しょっぱくなるで、タコパ行くんでお願いします、あ、もちろんいつでもタコ焼くんで待ってるで、はい